皆様、こんにちは。ピクテゴールドマンスリーにようこそ。本日は最近ですね、よく金が1万円を超えてきたということで、この税込1グラムあたり1万円の金価格は高いのか、それとも安いのかというテーマでお話をさせていただきたいと思います。本日の流れは、えー、まさにその話を1番目にした上で、えー、さらには米ドルだったの金価格の見通し、そしてリスクシナリオ、 一番最後に8月の基準価格の変動要因をご紹介させていただきます。それでは税込1ムあたりの1万円の金価格は高いのか安いのか、どのように考えていったらいいのか、その考える元ととなるですね、考え方についてご紹介させていただきたいと思います。金というのは主に現物はロンドン、最近は上海市場も大きくなってきておりますけれども、そこが現物市場。 そして先物はニューヨークで取引されるという傾向があるのですが、ともにですね、ロンドンもニューヨークも1トロインオンスあたり、これというのは、ちょうど金貨1枚のイメージで捉えていただければなと思うんですが、それって31.1グラムぐらいなんですね。それがドル建てでいくらかという形で取引されています。一方で、先ほど申し上げた上海ではグラムあたりの 人民元建てでございますし、我が国日本におきましては、1グラムあたりの円建てで表示されてまいります。このように、通常海外でですね、取引されております金というのは、1トロイオンスあたり、米ドル建てということになりますので、これをグラムあたりに直さなければいけませんし、さらに円建てに直さなければいけないと。そうして初めて日本独自のですね、 円立てのグラムあたりの単価が出てくるということになります。一つ具体的な例をご覧いただければなというふうに思います。あくまでもイメージということで扱いいただければと思うんですが、例えば、ちょうど1万円をですね、日本円で、え、消費税込みでですね、超えていった時って、だいたい金価格って1トロイオンスあたり1930ドルでした。で、その時って、だいたい為替が147円ぐらいだったということで、え、それを、 まずは円建てにするために為替レートをかけます。そうしますと、1トロインオンスあたり、すなわち31.1グラムあたり、28万3710円ぐらいというふうに計算することができます。で日本ではそのトロインオンスではなくてグラムあたりということになりますので、それをグラムに直すために31.1で割り算していただきますと、約9100円。 22円といいう,うに出てまいりまりす大体皆さん電卓で計算してですね、えー、このニュースが出た時もそうでしたあれ1万円にならないぞ9,000円じゃないかと、えー、いうふうに思われた方もいらっしゃるんじゃないでしょうか実は新聞記事にはこう正確に言うと書いてありました金の国内小売価格は税込みで1万円のお題に載せましたということなんですね。 実は国内の小売価格というのは消費税分を上乗せして計算されています。ですからこのケースで言うとさらに10%の消費税分ですね、加味しまして1.1をかけますとちゃんと1万円を超えてくるということになってまいります。まあ、このようにえ実はですね、1グラムあたり1万円の問題に乗せましたと、まあ、これが高いのか安いのかということを考える上で大切なのは じゃあ、この1万円がどうしたら上がるのか。上がっていくということであればですね、安いということになりますし、いやいや、下がっていくということになれば高いということになりますよね。えー、ということで、どういう理由でこれが動くのでしょうか大きく3つあります。まあ、最初は色をつけておりません。消費税が上がっていけば、この小売価格税込み上がってきますよ。これは当たり前の話でございますよね。まあ、そこはあまり変わらないでしょうから。えー、重要なのはこの2つです。 米ドル建ての金価格が上がれば、すなわちここが上がればこれも上がり、そうするとこれも上がってくると。そうすると税込み価格も上がってくるということになります。なので重要なのは米ドル建て金価格が上がれば、円建ても上がっていくようになりますし、さらにこれは結構見落とされることがあるんですが、為替要因ですね。円安になっていけばここの数字が上がっていくと。 ということになりますので、やはり上昇要因になってまいります。逆に、このドル建ての金額が下がれば下落要因ですし、円高になればこの数字が下がっていきますので、やはり下落要因になるということになります。え今日はえ時間の都合もありますので、足元、円安傾向にありますけれども、為替の見通しの話というよりはですね、このもう一つの、米ドル建ての金価格え、これがですね、今後、アメリカが利下げ。 というふうに入っていきますと、えー、金価格は上昇する可能性が徐々に高まっていくことも十分あり得るということについてご紹介をさせていただきたいなというふうに思います、えー。そのお話に行く前にですね、ちょっと足元の金価格の動き、実は分かりやすい2つの変動要因がございますので、日々の、えー、値動きを見る上で、実はこのドル建ての金価格というのは、アメリカの金利や米ドル指数と、 逆の方向に動く傾向がございます。この黄色い金価格が下がっていた時って、実はドル指数が上がっていた時ですし、さらにずっとドル指数が下がっていた時に金価格は上がっておりましたし、足元ドル高で金価格が下がっていましたということがご覧いただけるかなというふうに思います。より具体的に昨年の9月、丸をつけさせていただいたここからずっとドル安が続いておりましたよね。 で、その時というのは、ベイドルの代替資産とみなされる金は、相対的な魅力が高まって上がっていったと。上昇傾向にあったことがご覧いただけるかと思います。今年の7月中旬以降というのは、ここをご覧ください。10年国債利回りがぐっと上がってまいりました。そうしますと、債権の持つ利回りの上昇というのは、インカムを生まない金にとってみれば、 リマりリベンドの魅力が薄れてくるというようなところもございますし、さらには金利が上がっていきますと、やはりドルが強くなりやすいと。実際にここにドル高になりましたということで、この2つの理由でですね、ダブルでこの金利上昇とドル高が効いて金価格が下がってきているということがご覧いただけるかなというふうに思います。ただ、この金利の動きやドルの動きに比べて、 その話をどこかでご紹介させていただければと思うんですが、実は足元、中国における金需要というのは非常に高まってきておりまして、世界的な金価格よりも中国の国内での金価格ですね、こちらの方がプレミアムがついて取引されているぐらいですね、今、中国国内では金需要が高まってきております。これをプレミアム。 この金のプレミアムと言うんですけれども、これが過去最高水準まで高まるほど、金需要が中国国内では高まっている。これは今後もニュースになってくる可能性があるかなというふうに思っております。まあ、いずれにしましても、まあ、こういった短期変動要因ですね。こういったところが日々のニュースには現れてきやすいですし、そして、一日中ですね、値動きリアルタイムで追っかけていきますと。 実は綺麗に一日でこうドル高になっていくと金は下がっていったり、えー、もしくはこの金利がこう下がっていくとそれに合わせて金価格が上がっていったり、結構短期はですね、一日あたりもこういった期間でご覧いただきましても、こういった金利や為替の影響を受けていきやすいのですが、実はより長期的に見るとそれ以外にも様々な理由で金価格は動いていくということについてもご紹介させていただきたいと思います。 中でもご注目いただきたいのが、この実物資産ということなんですね。え金というのは、宝飾品であるとか、工業用といったですね、実物資産としての価値もあります。特に比率が高いのが、この宝飾品需要です。中でも、中国、インドの皆様は、この金が大好きということで、そうしたまさに人口が多くて経済成長して、所得も伸びている国の 実は金需要というのが数勢的に高まってきているというような大きなトレンドは見逃せないと思います。そしてもう一つご覧いただきたいのがこの経済が成長してまいりますと、その経済成長を支えるために通貨供給量も増えてまいります。で、このように通貨供給量が増えてまいりますと、実はインフレの種になってくるんですね。この通貨供給量の拡大というのはインフレの種になってきます。物価が上がるということは、 お金が物を買う力が減っていく。通貨価値が減少していく。それが実はインフレという形で現れてくるんですね。金というのはその希少性からインフレのヘッジとして非常に有効だというふうに言われております。そこで現在、世界の基軸通貨は米ドルということで、このアメリカのですね、通貨供給量が過去どのように動いてきたのかご覧いただければなというふうに思います。 こちらにお示しさせていただいております赤い線がアメリカの通貨供給量。下にカッコで囲って数字を書かせていただいておりますけれども、これが100で、59年に100でスタートしたときに、59年末から通貨供給量というのが14,071になりましたよと。すなわち、なんと、140倍になりました。わかりやすく言えば、ドル紙幣を 経済の発展を支えるために140倍発行してきましたということになります。そうなりますと、1枚あたりの価値って減っていきますよね。通貨価値が減っていくということになります。それに合わせて、金の累計の生産量というのは極めて限定的で、希少性が高いということで、この差がですね、金の方が相対的に希少性が高いと。 え、いうことで、金価格が上がってきた。というふうに考えることができるかな、というふうに思います。で、この通貨供給量について、足元、えー、グラフをご覧いただきたいな、というふうに思うんですが、えー、この、実践がですね、政策ミックスと書いてございますけれども、アメリカの実質的な、より講義で見たですね、通貨供給量の動き、というふうにお考えいただければな、というふうに思います。 皆様もコロナ以降の相場を振り返りますと、コロナ後,後ですね、えー、いわゆる在宅関連のビジネスが大きく盛り上がって、えー、例えば、えー、ズームでありますとかですね、えー、もしくはパソコンでありますとか、ネットワーク機器でありますとか、家具でありますとか、まあ、様々な需要が生み出されて、えー、実はコロナ以降って意外と株が上がったなというふうに思いの方もいらっしゃるかもしれませんが、その背景はここです。 大量にマネーが、なんと、対 GDP 比で20%も増えると。歴史的に見ましても、極めて異例なマネーの拡大。これが一大金融相場を引き起こしてきたと。いうことで、それだけマネーがですね、潤沢に経済に回って参りますもので、それが一部株式市場に行きということで、株価の上昇につながっていったと考えることができます。それが、 インフレを引き起こしてしまったということもありますもので22年の3月から利上げを開始しましたよね。で、その3ヶ月後22年の6月から量的縮小ということでこのあたりですね。増やしすぎていたマネーを絞り始めます。そして9月にはこのあたりです。さらにそれを加速倍のスピードに加速しましてフルスピードで 量的縮小を始めました。当時話題になったんですね。経済からマネーを引き上げていくのであれば景気が悪化していくんではないか、えー。ということでご覧いただきますと、このマネーの総量も減っていく。えー、そして、えー、この、えー、こう通貨供給ですね、えー。これもずっと下がっていったというのがご覧いただけるかなというふうに思います。まあ、こういうこともありまして、昨年の暮れには今年の景気は相当悪くなるぞというふうに言われていたのですが、 えー、過去半年、えー、からはもう8ヶ月になりますか、えー。振り返ってみますと、実はお金の量って今年に入って再び増えているんですね。その背景は何かというと、ここにあります水色の線、すなわち財政支出ということで、政府債務を拡大しながら、えー、政府が経済対策を打ってきたということで、実はその分、 トータルで見ると今年1月からですね、再び過去のここのミニ版ですね、再びマネーの量が全部こう合算してまいりますと増えていってしまったと。これが株式市場を支えてくるものでもあったということでございます。先ほどもご紹介したようにですね、この通貨供給量の拡大というのは、その分アメリカに お金を潤沢にばらまいていくということで、それは経済にとっても株価にとってもプラスですよね。そして先ほど申し上げたように、この通貨供給量の拡大というのは、通貨価値の減少を通じて、金にとってはプラスに働きやすいということで、実は過去振り返りますと、株高と金高って同時に起こることがよくあるんですけれども、まさにそういった現象を今後引き起こしていく可能性があろうかなということになります。 ということで、この水色政府支出の拡大ですね。これが今後どういうふうに見通されているのか、こちらにお示しさせていただいております。これはアメリカの行政管理予算局 OMB による予想なんですけれども、今後もですね、アメリカの政府債務残高は大きく伸びていくことが予想されていると。ということで、今年、 アメリカの、えー、政府債務上限問題で市場が大きく揺れたのを皆さん覚えていらっしゃるかもしれません。そして8月の1日には、えー、アメリカの、えー、大手格付き会社フィッチレーティングスによりまして、アメリカの格下げが行われた。えー、非常にこう市場にとってはこうショックだったわけでございますけれども、まあ、それで決められた上限、えー、に対して、先ほどご覧いただいていたように、えー、結構もお金を使ってきておりますので、再び足元。 各種、えー、政府機関を再び止めなければいけないんだというような話すら再びこう浮上してきているというような状況でございます。まあ、いずれにしましてもこういった、えー、政府の債務の拡大というのが中長期的に見ますとかえって通貨価値の減少、リスク増大に対する平地ということで、えー、県に対してはこうプラスに働いていく可能性があるといったところも見落とせないと思います。 えー、冒頭もご紹介させていただきましたけれども、アメリカでは、えー、利上げピークが近づいてくるということで、ちょうど今日収録しておりますのが20日、えー、日本時間の夕方なんですけれども、今晩、えー、19日20日と2日にわたって開催されてまいりました、アメリカの、えー、FOMC ですね。実際に金融政策が発表になります。でそこで、23年の末の政府、えー、金利がどれぐらいになるのか。 そして、えー、来年24年末の FF 金利予想がどうなるのかといったところが非常に注目、えー、集めてくれるところかと思います。6月の段階ではそれぞれ5.6%の4.6%でした。まあ、これが少しでも上振れしてまいりますと、さらに高波的な政策が、えー、実行されるのかということで、市場にはこうショックを与えてくる可能性はあろうかと思いますが、ポイントは 今年よりも、おそらく今回出てくる数字もですね、来年に向けて利下げが予想されているというような構図は変わらないというふうに思うんですね。すなわち、そろそろ利上げはピークアウトに差し掛かってくると。で、過去をご覧いただきますと、えー、このオレンジ色の階段状の線がアメリカの政策金利の推移でございますが、この利上げがピークアウトして横ばいでその後しばらくして下がっていく。 えー、横ばい下がっていく。で、こう、横ばいになって下がっていく。そこに色をつけさせていただいておりますけれども、この期間というのは、これは何度もご紹介させていただいているものでございますが、えー、金はプラス27%、世界株式はマイナス31%、これが IT バブル崩壊を含む時期でございますし、リーマンショック、 を、えー、含む時期になりますと、金はプラス41.8%に対して、世界株式はマイナス26.8%。この期間丸三、えー、コロナショックを含む時期でございますけれども、金価格プラス25.8に対して世界株式プラス0.8。まあ、このように株式を大きく上回るパフォーマンスだったことがご覧いただけるかなというふうに思います。 えということで、えー、もうこれをご覧いただいているときに、まあ、金融政策、えー、決まっているかと思いますけれども、その直前、まさに今ですね、えーまあ、アメリカ時間で言いますと、えー、19日段階のデータということでご紹介をさせていただきますと、現在市場は利上げ見通しをこのように読んでおります。先ほど申し上げた数字、全部試写購入するとずっとゼロ回がになってしまいます。 で、6月になって初めてマイナス1回となってまいりますんで、来年の夏に利下げを開始する。9月にもう一度利下げ。で、12月にはもう一度利下げ。という形で、ちょうどこの予想というのは、6月における FOMC メンバーの予想とぴったり一致してまいります。つい1、2ヶ月前は、この予想というのがさらにもっと大きな利下げがされているという予想でございましたので、 そういった利下げ予想が全体的に収まわって、ちょうど6月時点での、えー、FRB の予想と合致しているというような状況でございます、まあ。いずれにしてもこれが何を意味するかというと、もしこの通りになるのであれば、若干すでに、えー、この FOMC の結果を踏まえて、若干ぶれている可能性はあろうかと思いますけれども、基本そろそろ利上げはピークアウトして、えー、来年の夏場ぐらいから え、利下げに転じてくると。まさに利上げピークアウトはまさに今始まろうとしているという状況がご確認いただけるのではというふうに思います。まあ、ここまで申し上げておいて何なんですが、こういったインフレ予想に対するリスクシナリオをいくつかご紹介させていただきたいというふうに思います。こちら、えー、上の2本の線。これが前年比でのアメリカの消費者物価指数。 これがこっちの9.1まで上がっていった方ですね。で3%まで下がって足元8月は3.7%といったところまで反転上昇してきています。そしてインフレの数勢を表すとしますコア、えー、CPI がこの水色の線です。のインフレの数勢というのは6.6%から足元4.3まで下がってきて、えー、こう下がってきているということではあるのですが。 日常生活に密着してまいります。例えばガソリン価格の動向でありますとか、食料品価格、これを含めて見ているのが、こっちの方ですね。ご覧いただくと、秋下と急速に上がってきております。まさしく、えー、昨日ですが、全く同じようなパターンで、このインフレが上がってきたということで、かなりカナダにおいてですね、発表された消費者物価指数、同じような形になりました。その結果、カナダでは金利が上昇すると。 えー、いうような、えー、サプライズのマーケットの動きがあったわけでございますけれども、果たしてこの動き、こっちに行くのがこっちに行くのか、実はちょっと気になる分析がございます。それがこちらでお示ししているものなんですけれども、実は今まで物価の発射台が高かったから、その分、えー、相対的に1年間にわたってですね、実はここ6月でございます。昨年の6月から今年の6月にかけてというのは、 物価は発射台が高い分ですね。えー、なかなか、えー、上昇が抑えられる局面が1年間続いたということなんですね。それが、えー、私どもも予想で出しておったんですけれども、7月以降というのは、8月が今回の数字3.7、ここになりますけれども、今度は発射台が相対的に低くなってしまうので、これからしばらくインフレ率って、 過去と同じような状況であってもより高くなりやすいということをお示しさせていただいております。資産値というふうに書かさせていただいておりますけれども、えー、前月比で0.1%、0.2%、0.3、0.4、0.5%で伸びていったとしたら、最終的にはここにたどり着くはずなのですけれども、この12月までは、 前月比で例えばですね、0.2%で上がっていっても4%超えてしまう。というような中で、今、えー、この CPI、アメリカの消費者物価指数が年末にかけて発表されてくるということなんですね。じゃあ今月、えー、出てきたこの8月の数字はどうだったかというと、この3.7%になった理由はですね、前月比、なんと0.6%の数字になった。 すなわち、もしそのまま続いていってしまいますと、インフレ率は年末になると、一旦3%まで下がったものが5%を超えてきてしまうリスクがあるということなんですね。そうすると、年末、アメリカの FRB はこのインフレ想定外に上がってしまってくるインフレに対して、一方でこういった原因というのは基本エネルギー価格の上昇なんですね。いやいや、エネルギーが 悪さをしているのであって、えー、我々がインフレの数勢を見るためのコアの CPI は下がっているんだと、えー、いうことになりますと非常に判断が難しくなる。すなわち生活者はインフレで苦しんでいるのにもかかわらず、えー、我々の政策の目標はインフレ落ち着いてきているので、えー、利上げしませんというふうに言い切れるのか、非常に判断が難しい局面が年末にかけて、えー、起きるというふうに予想されます。 具体的にそういった意味では、この前年度月比よりも足元は前月比の動きを見ようということが、この業界でのある意味、通常の見方ということなんですけれども、そういうことで前月比でご覧いただきますと、足元をご覧いただきたいのはこの緑色の部分ですね。エネルギー価格が昨年の6月にかけてアメリカのインフレ率を上振れするですね、大きな要因になってきた一方で、 その以降というのは原油価格が下がってきたということでインフレをですね、下押しする材料につながっていたわけですけれども、この足元7月以降というのは再びエネルギー価格が上がってきているということでございますので、この原油価格の動向というのはアメリカの政策運営にとってみれば非常に頭の痛い問題になってくるでしょうということでございます。そして最後に。 こちら、グラフをご覧いただきたいと思います。今、大きなギャップが起きてしまっています。えー、過去、この原油価格、WTI の原油価格先物が緑色の線。そしてガソリン価格が灰色の線。月次のデータでございます。そして、人々の1年先のインフレ予想ですね。インフレ期待を、この茶色い線。ご覧いただきますと、 えー、ガソリンの材料となります WTI 原油が上がってくると、追っかけてガソリン価格も上がっていき、ガソリン価格が上がってくると、いやインフレが強くなってきたなということで、人々のインフレ期待が上がってくるというのが、昨年の6月までのこのインフレ時のパターンでした。足元をご覧いただきますと、急速に WTI 原油が上がってまいりまして、 その、えー、ほぼ1年3ヶ月ほど前の9.1%のインフレ率をつけた時と同じような水準まで上がっていっています。それに対してガソリン価格はまだ3ドル台なんですよ、今。もちろん一部の地域、カルフォルニアとかですね、一部の地域では1ガロンあたり5ドルを超えてきている、えー、ところもあるのですけれども、まだ、えー、全米平均ですと、えー、3ドル台、3ドル台の後半ですね。 でも本来であれば、ここまで上がってくると、過去、1ガロンあたり5ドルを超えてくるという局面に、前回はなっておりました。なので、今後遅れてですね、この廃炉のガソリン価格が上がってまいりますと、それにつれるように、今ずっと低下をしてきた人々のインフレ期待が上がっていってしまうリスクがあるということなんですね。 前回、今と同じようなガソリン価格、えー、WTI 原油価格の時に、アメリカの人々のインフレ期待っていうのは大体4%台後半まで上昇してまいりました。で、今 FRB のパウエル、えー、議長が一番恐れているのが、この人々のインフレ期待が上がっていってしまいますと、 今、アメリカでは、えー、全米自動車、えー、労働組合のです、ね、ストライキが話題になっておりますけれども、そういった賃上げ要求の、えー、圧力がこう強まる原因にもなってくると、えー、いうことで、えー、インフレのアンカリングというんですけれども、なるべく人々のインフレ期待は抑えたいということの逆方向に動いていってしまうリスクがありますので、えー、この2つですね、エネルギー価格の上昇、そしてそれが人々のインフレ期待を 押しし上げてしまうリスク、えー、これはリスク要因としてまだ分かりません年末まで何が起きるか分かりませんけれどもぜひご注意いただきたい2つの点ということでご紹介をさせていただきました、えー、ということで最後にピクテゴールド8月の基準価格変動要因についてご紹介をさせていただければというふうに思いますまずピクテゴールド為替ヘッジありでございますが8月31日の基準価格は1万とび161円 でした前月末月マイナス94円マイナス0.92%ということでその内訳でございますがえ金要因がマイナス43円為替ヘッジコスト等がマイナス46円となりましたこの見方ですがまさにドル建ての金価格の動きがここに反映されているということになります。 次に先ほど1万円という話をさせていただいたグラムあたりの税込みの金価格でございますけれども、それと似たような動きをしてまいりますのが、このピクテゴールド為替ヘッジなしでございます。8月31日時点では1万6792円、前月末期プラス527円、3.24%の上昇となりました。 内訳ですが、先ほどご紹介したように、ドル建ての金価格は少し下がったのですが、為替が円安ですね、に触れまして、その結果、為替再起の形で592円、為替要因でプラスということになっております。まあ、このように見てまいりましたけれども、実際にですね、1ヶ月間の動きを振り返らせていただいたのがこちらになります。金価格、米ドル建ての金価格、 えでございますけれども一旦下がって上がってき,はきたんですけれども、まあ、ほぼ横ばいよりも若干下がったというような動きを示したのに対しまして為替、えー、の方はまあ大きくドル高円安に触れていったということがご覧いただけるかなというふうに思います、まあ、簡単に何が起きたのかご紹介をさせていただきますと8月の1日ですね先ほどもご紹介させていただいたようにアメリカの国債が格下げされました。 そして翌日、8月の2日にはですね、今後、アメリカは国債の発行を増やしていくんだということで、国債にまつわる2つの悪い材料が出て、国債が売られました。売られるということは、金利が上がっていくことになります。で金利が上がるというのは、金にとってはマイナス材料ですね、というふうに申し上げましたが、まあそうした2つの大きな格下げ、そして大量に国債が発行されていく、 というような悪いニュースが金価格にとっても重しになっていったのがご覧いただけると思います。ただ、月末にかけまして、この辺ですね、カンファレンスボードが発表しました、景気見通しが予想よりも悪い、すなわち引き締めが緩められるのではないかというような期待から金利が下がりまして、それは金にとってはプラスになり、ただ、十分戻りきることができなかったというような状況です。 で今ご紹介したように、金利にとって悪いニュースがあって、金利が上昇したことを受けまして、えー、逆に為替はドル高になりました。もちろん金利面の魅力が高まるわけですから、ドルにお金が流れてきやすいということで、そういった金利上昇というのが、この前半の米ドル高、円安の背景というふうにお考えいただければというふうに思います。 以上、えー、8月は、えー、この小売価格税込1万円の金価格、えー、高いのか安いのかというようなお話を申し上げました。で、それを考える上で重要なのは、実はこのドル建ての金価格の動きと、そしてこの為替の動き、この2つが重要ですということでご紹介をさせていただきました。まあ、あのー、先ほどこの金利の話でありますとか、えー、もしくはこの為替の話、 といいうののは確かにに短期的に金融価格を変動させてくるものでございますただ資産運用は長期で行っていくということで、まあ、最近は例えば積立たて NISA なども登場してまいりまして、まあ、投資期間10年20年といったこともよく考えながら長期にわたって運用するというような方も出ていらっしゃるんじゃないかなというふうに思います、まあ、そこで長期ということで1つだけ数字をご紹介させていただきたいと思います 過去20年間ですね。例えば左側、ドル建ての金価格でございますが、2003年9月22日、ドル建ての金価格は385ドルでした。それが足元ですね。えー、9月19日、昨日時点では1934ドル、えー。すなわちおよそ5倍に過去20年で金価格がなってきました。一方、為替。 ですけれども、20年前の為替レートは112円、足元147円ということで、実はこの為替要因というのは、掛、えー、け算で言いますと約3割、えー、円建ての金価格を上昇させる要因になってきたということで、実は長期で見ると、この金価格の上昇、ドル建ての金価格の上昇、それだけ日本に対してアメリカというのはインフレも高く、 そして通貨供給量も増えてしまっていった、こういったところが、この金価格の動きの背景にあるのかなということを、ぜひ最後にお伝えさせていただければというふうに思います。本日も最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。